誠一サリアのテレビアニメ新進化の実、知らないうちに勝ち組ラジオ。さあ始まりました、皆さんこんばんは、テレビアニメ新進化の実、知らないうちに勝ち組人生、主人公柊誠一役の下野由呂でございます。お久しぶりでございます。よろしくお願いします。そして皆さんこんばんは、ヒロインのサリア進化前とガッスルクルートの二役をやっております、稲田哲です。ただいま、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、帰ってきましたよ。帰ってきましたね、いや帰ってきたんですけどね、はい、なんて言うんでしょうね、いろんなね、この新進化の実だけじゃなくていろんなものを含めると、本当ね、最近稲田さんとよく行くことが多くてね。そうなんですよ。そうなんですよ。表に出てるのも出てないのも合わせて、今期結構ね、レギュラー多いんだよね。本当に濃いんですよ。数えたらね、5本レギュラー一緒にやってます今。本当にだからね、結構ね、いろんな形で合ってるよね。そうなんですよ。だからね、この番組はちょっとなんかね、若干違和感を僕は感じるんですよ、勝手に。まあ、数少ない仲いい現場だね。そうどっちかというと割とギスギスしてる現場多いもんね。そうですね、そうですね、だったりするんでね。いやでも帰ってきちゃいましたよね。えいや、まさかあるとは思いませんでしたからね。いや、この番組なら俺はやると思ってたよ。もうだって楽しそうだったもん、スタッフさんがみんな。確かにね、特番ありましたけど、あの特番も、そういえば進化の実の一期のね、進化の実の時も同じような雰囲気でやってたなっていうのを感じさせてくれましたけど、今回も多分変わってないんでしょ。全然変わってないでしょ。変わってないですよね。だってセットも極めて似たものを用意しましたっつってね。なんか自信満々におっしゃられましたけど、面倒くさかったんでしょ。そうね、わざわざチェックして、ね、ポスターの多分ね、枚数とか、枚数とかも多分ね、感覚まで多分ね、多分位置も一緒なんだと思うんで、多分、画像並べたら多分変わんない気がするんだよ ね。このツーショットで、ね、絵の中身が変わってるだけでね。そう、多分モニターも一緒だよ、ね、1年しか経ってないから。はい、まあね、ということでございまして、ね、この番組ね、そうなんですよ、はい、大好評放送中のテレビアニメ、はい、新進化の実、知らないうちに勝ち組人生、これまでの、ね、物語を振り返ったりとかです ね、これからの物語についてその見どころを語ったりと、はい、改めて皆さんに作品の魅力をお伝えすべく、はい、ラジオ感覚でゆるいトーク番組をお届けしていくという番組です。そうですね、ただ一つ言わせてもらっていいですか、はい、大好評放送中って言いましたけどまだ1話しかやってないですよね、まあでもね、映画もそうじゃん、公開した次の日なのに、大ヒット上映中って1日しかやってないのに言うじゃん。確かにね。だからこれはね、決まり文句だね。そういうことですよね。大好評、はい、後からね、実は伴えばいいから、はい、大好評にしようよ。わかりました、ね、皆さん。じゃあそこは皆さんお願いしますよ。わかりました。じゃあそこは私もちょっと言い過ぎましたね、大変失礼いたしました。もうこれはもう我々も頑張ってますから。そうですね、皆さんのおかげで大好評になるからかかってますからね。お願いしますよ、本当に。そして今回もね、もちろんレギュラー放送です。そうです、レギュラー放送ってことはため撮りです。これ1本目ですけど、もう2本撮ります。ね、レギュラーってよく言ったもんだね。そうですよね、ただ1日に何本か撮ればいいだけだからね。そう、レギュラー、とりあえず宣言しよう、3回やります。もう回数は全3回ね。3回、もうちゃんと、だってこの台本に3本分入ってるからね。そうですね、1話分じゃないからね、これね。そうなんですよ。いや、だから前回もね、多分同じぐらいですよね、確かね。そうなんですよ、回数がね、もう1日に取れる分だけ取っとこうっていう ね。 そうです ね、だから3本がちょうどいいです。そういうことでございますね、ぜひ最後までね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、はい、早速記念すべき第1回目となる今回はね、まあテレビが第1話が放送された直後ということで、そうですね、シモンさん、反響の方いかがですか。はい、台本書いてあるんだよ、ね、稲田さん、分かるんですけど、忠実に行き過ぎなんですよ。いや、あえてだってこんな茶番劇を書いてんだから。そりゃ言ってやんないと。よし、言ってやろう。そうですよ、皆さん、今からね、ちゃんとお伝えしますよ。いいですか、大反響。分かるわけねえだろ、だって2022年なんだもん。そうだよ。そうだよ。まだ割とクリスマスムードでもないよね、まだね、世間は。そこまでいっちゃいますね。もうね、この番組 NG なしと言われたから言うけど、ダビダンスの2日後だからな。やめなさい。やめなさい、そこは触れちゃダメ。そこは言わないであげて。我々のギスギスの頂点である。
いやいやいや、そこまでは言わないであげてよ。そっちそっちに飛び火がさせるのは申し訳ないよ。いやでもやっぱ我々2人っていうとそっちで見る人もいるから。そうなんですけどね。いや新進化の身だけで収めときましょう今の。いやでもさ、なんだったら今多分ピーってかかるレベルですよ、まあうんうん、ちょっとドキドキしちゃったもん。でもさ、あれ見た後にさ、まあね、俺たちのこの空気感を見るとちょっと安心すると思うのよ。そうね、うんうん、あのちなみに僕ね、あのさっきまで稲田さんと同じ現場で、そう、ここに来るまで稲田さんの車に乗ってきました。そう、うん、仲良くドライブしてきました仲良しですよ。よし、じゃあここからあの新進化の身の話しましょう。新進化の身 の話しましょうよ、ね、ということで、じゃあまあ1話を振り返りながらと行きたいところですが、はい、なんとね、うん、早速この新勝ち組ラジオにお便りが届いております、うん、紹介しましょうスタッフからのやつでしょ。そうよ、だって2022年だもん。あのね、監督にお願いしようとしたけど今監督がねアニメの方で忙しいから前回はね監督からのお便りをねまるでリスナーかのごとく紹介したけど、はい、今回プロデューサーからですはっきり言ったな、はっきり言ったな。もう進化ネームゴリラ、はい、ゴリラサリアを彼女にしたいとか書いてるけど本当に西部プロデューサーですこれははい、進化ネームゴリラサリアを彼女にしたい本名西部プロデューサーからのお便りですもう本名書いちゃった方が良かったんじゃないの。そうだね、うん、でもね毎回ねあの進化ネーム毎回変えてるらしいから。あ、そうなんですね。そうね、頑張ったということで。じゃあ今後もだからあの次回以降も楽しみにしてくださいね、うん、違う名前だったさっき見たら、はいはい、ということで、まあプロデューサーからです。下野さん稲田さんはじめまして。はじめましてじゃねえよ。新勝ち組ラジオ初回放送おめでとうございます。もうメールがくちゃくちゃになってるよねはじめましてじゃねえよってまず突っ込んじゃったから、ね、いやいや、ありがとうございます。1期目の勝ち組ラジオも大変面白かったので今回も楽しみにしていました、うん、去年4月1日のエイプリルフールに新進化の実の制作発表があり、本当に2期目が放送されるのかずっと疑っていましたが無事放送が開始されて嬉しい。仕掛けたのあんたでしょプロデューサーなんだから。なんであれ日にちずらせなかったんですか、ね、エイプリルフールにやろうよって多分言ったのも西部さんですよね、しれっと何言ってんだか。どうなんだろう、ね、まあそれ真相わかんないけどね。わかんないですけどね、まあ、一番怪しいよ、はい、ということで一つ質問です、はい、今回の新進化の実は1期目の時よりキャラクターも増え、うん、バトルやギャグシーンも盛りだくさんになったと思うのですが、うん、お二人が思う今作の進化したところや見どころを教えてください、はい、ざっくりとした質問ですいません。いえ大丈夫です。勝ち組ラジオも全3回の放送ということで、うん、次回も楽しみにしております。もう俺らが3回っていうのはもう分かってたんだね。ねえ、もうだってリスナーがこんな詳しいわけないもん ね、 そうすね、全3回とかね。そうですね。いやでもでもありがとうございます、ね、でもちゃんと優しさがあるよ最後に。寒い日が続きますのでお体ご自愛くださいそうですね、だんだん本当に寒くなってきましたから ね、 最近ね。ちゃんとだからね、うん、こういうとこつけるのがプロデューサーの優しさですね。いやさすがですね、ありがとうございます。ということでね、うん、1期目の時よりキャラクターも増え、そうです ね、 ね、進化したところどうですか。そうなんですよ、まあ、あの収録自体も結構かなり進んでおりまして、うん、というところでね、まあ、そういう意味ではいろいろなお話できるといえばできるんですけど、うん、まあね、やってみて思ったのが、うん、第1話、うん、もう忘れもしませんね、あのねバーナバスさんのアドリブが結構すごくて一番の進化かもしれないね。そう、バーナバスさんもすごかったし、うん、だからなんかもう一期以上にアドリブ入れてっていいのかなっていう気持ちになりましたね。一番の先輩が率先してやってたもんね。うん、だし、ね、そう、いや、うん、テンション感がおかしいんですよ。だってそのまま絶対使われてるんだもん。ね、うん、だってテストも本番も同じテンション感でやってるのにそれで OK 出てるから、うん、これどう考えても普通に次会話いけんなと思って、ね、誰かが抑えなきゃいけないはずなのに、うん、割と薪をくべてる感じだもんね。稲田さんもそれにだってあれですもんね、うん、乗っかりましたもんね。いやだってそういうことでしょっていうね、うん、そうなのよ。だからまあ、ね、進化の実という一期があって、そう、まあ、新進化の実ある意味あのノリをまんま持ってこれたわけだから、うん、1話からもうエンジン全開だったよね。そう、よりねだから1話から本当にアドリブとかをちょこちょこ入れやすくなってたし、うんうん、それ以降の話もどんどんね入れやすくなっていく形になってって、うん、ゲストっていうかこれから登場する人たちもなんとなく、うん、あこういう空気なのかなとか、あここ入れていいのかなみたいなものが、うん、なんかねなんとなくうっすら感じられたらしく、うん、やってる人はやってます、うん、察しがいい人が多いからね。察しがいい人とかこの番組はやってなんぼだなって分かった人がね。僕初めてこれから話どんどん進んでいくんですけど、うん、話進んでった中で、うん、あごめんなさい誰々さんはちょっとアドリブはなしで台本通りに進んでいただけるとっていうのは僕進化の実初めて聞きましたからね。そうだね、抑えることはあんまなかったもんね、うん、なかったから
あ、言われる人は言われるんだなと思って、うん、全員が全員暴走したらちょっと収拾つかなくなるからねっていうのがあってね。だからなんかそのちょっと台本通りに言ってくださいって言われた方が、うん、シュンってして帰るっていうのノリがこうだったからやったのにっていうね。そうそうそう、いやそうですね、まあ、だからそれだけなんかやっぱね、初めて入った人も今期から入った人も、うん、ちょっとこれはやった方がいいなっていうのを感じ取ってくれる現場だよね、うん、まあ、だから前回以上にそうですね、うん、はちゃめちゃかもしれないけど、まあ、面白くなってるなっていうことだけは言えると思いますね、うん、確実に、ね、しかもそれが割と序盤の方から展開されるというね。そうですね、それでもうね、新キャラはほとんどもう発表されてるけど、はい、結構多いもんね。結構多いですね、うん、本当に。でもそのキャラたちがね、はい、大活躍しますんで、そして、はい、今までのキャラたちも意外なキャラが活躍したりもするしね。そうですね、こいつが活躍すんのみたいな。そうですね、うん、まあ、これは話がどんどん進んでったらね、うんうん、分かると思います。もうなんせもう収録は10話まで今撮ってますからね。はっきり言ったな、うん、はっきり言っちゃったな、うん、来週11話その後最終回ですから。そうですね、うん、もう結構毎週楽しみですよ。そうですね、はっきり言いましたね、はい、ということでございます、ね、ということで、じゃあね、うん、早速、はい、まあ、新しい番組ではありますが、うん、この物語を振り返ったところで、はい、我々が本当に物語を理解しているのか、突然の抜き打ちクイズです、うん、こちらも復活しました、うん、新進化数、おはようございます。それですね、それです。ちょっと待ってください。それなんですけど、ええ、そんな、なんだろうな、変わり映えがあんまりないというか、うん、変わり映え、芯がついたから。そうっす、あ、うん、そうか、芯がついたからね。これがまかり通ったってことは、うん、誰からも怒られなかったってことだと思うから。まあそうですね、確かにね、うん、本家からも苦情が来なかった、来なかったってことですもんね、うん、だからもう言いますよ、おはようございます。そうですね、おはようございます。ということで、第1回の新進化数、出題してくれるのは誰でしょうね、うん、こちらの方です、どうぞ。スタジオの下野さん、稲田さん、そして番組をご覧の皆さん、こんばんは、サリアのね、進化後を演じております花澤香菜です。さて、突然ですが復活しました、っていうか思い出しました、私もやってましたよね、これ、進化数、イエーイ。このコーナーでは私、花澤香菜からお二人にクイズを出題します。見事正解した方にはおなじみ最高級バナナをプレゼントいたしますよ。それでは、先日放送されたばかりの第1話からの問題です。じゃじゃん。バーバドル魔法学園に到着した聖一たち、学園長のバーナバスからそれぞれ役職を与えられます。聖一は F クラスの担任教師、サリア、エリスは学園の生徒として編入、オリガは聖一の助手、さてアルトリアは何学科の教師になることになったのでしょうか。あ、そっか、まだ続きあるのか。1番戦闘学科、2番薬学科、3番冒険学科。さあ、下野さん、稲田さん、お答えください。ここも変わらずなんですね。そうですね、VTR を見たって手ですが、まだ花澤さん撮ってないので問題文が差し込まれました。いやー、ちょっとなんか本当僕びっくりしちゃったな、まさかあんなポージングで、出題されるなんて思ってなかったんで、いやすごいびっくりしちゃったな。掴みからね、やっぱ新進化っすです ね、もう進化具合がね、かなちゃんの動きからも、いや、あれどういうポーズ撮ってたのかな、ね、一回じゃ分かんないよね、あれ分かんないです、ちょっと真似できない、うんうん、なんだろう、どういうポーズだったのかな、うんうん、ちょっと僕のですね、かなちゃんが、ね、やるポーズもう一回巻き戻してみんな見てくださいね。そうですね、はい、ということで、はい、クイズに正解すると何もらえるんでしょうね、うん、ご褒美用意されてますよ。バナナでしょ。そう、高いバナナ、高いバナナね、うん、めっちゃ高くて美味しいバナナ、うん、いや嬉しいんですけどね、本当、なんだろうな、逆にね、僕はね、すがすがしいぐらいブレてねえなと思って、ね、いや、ね、いいと思います、うん、やっぱ何でもかんでもね、こう、いろいろとこうマイナーチェンジしたりとかね、いろいろチェンジしたりとかっていう、なんかこう少しこう企画変えましょうかとか、いや、しなくていいんだって、いいの、変にね、そう、だから一気よりもお金かけましたじゃなくていいのよ、同じ値段のバナナでいいのよ。そう、だってあんな、ね、自分で1000円以上1本のバナナに払わないもんね。この番組じゃないと食べられないから。
だあのバナナの美味しさ俺は知ったよ。また食べたいと思うよ。そうですよね。でも、うん、1000円1400円バナナには払えないよ1本のバナナに。だからこの番組でもらうことに僕は確かにね一生懸命なりますよ。確かにね。ね、だからね、はい、正解者には、うん、あのバナナが1本もらえます。なるほど。ということで、うん、早速答えを考えてみましょうかね、はい、1番2番3番どれでしょうね。戦闘学科、戦闘学科、薬学科、冒険学科。じゃあせーので 1,2,3 を言いましょうかね。数字ですね。数字です。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ行きましょう、はい、せーの3。 1。 お、1。あれ、いや、あのやっぱね、自分だからね、戦闘学科、戦闘学科。俺ね、割とこのシーン出てないのよだからあの山間で言うか、あれどうだったっけ、うん、じゃあ早速花澤さんからの回答を見てみましょうかね。まだ取ってないけど。じゃあ花澤さん、正解の方お願いします。正解は3番、冒険学科でした。稲田さん、おめでとうございます。このバナナを、欲しかったこのバナナをあげます。以上、花澤香菜がお届けしました。バイバーイ。どういうことだよ、下野君。いやー、間違えちゃったいきなり間違えちゃった俺、なんだったら外れてるかなぐらいの気持ちだったんだけど、俺が正解じゃん。冒険学科でしたね。冒険学科でした、正解は。ということで、バナナゲットでございます。ありがとうございます。いやそうで、そうだったような気がする。いや、どっちかだなと思って冒険か戦闘か、うん、ただ冒険学科って何だろうかって自分で思って。まあ冒険らしい冒険はまだしてないもんね。学校で冒険について学ぶってどういうことなんだろうなってふと考えたわけですよ。それ言ったら戦闘も、ま、学ばないよ。いや、戦闘だったらほら体育みたいな気持ちでね、なんだったらこう、結構その学校でも戦ったりとかするシーンがあったりするから、うんうん、そうなんですよ。今後話進んでいくと戦うシーンとかも出てくるんですけど、うん、だからなんか戦闘学科みたいなものがあったりするのかなって思っていう言い訳をしてます、うん、もうね、自分がね、役で演じた、なんだったらセルフで言ったかもしれないのに間違えました。いや、これね、でもね、言ったのはね、僕じゃないと思いますね。確か、バーナバスさんかな。バーナバスさん、うん、バーナバスさん、ちゃんとしたセリフも言うんですね。そう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 。いや、ちゃんとしたセリフも言うんですよ、うん、じゃないと困るよねちゃんとしたセリフ言わないと怒られる部分もありましたね。ただふざけたおじさんになっちゃうからね。そう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 。ということで、岩崎さんがきっと言っております、あの、はい、冒険学科でございます、正解は。冒険学科です。ということで、はい、進化するクイズ企画新進化っすでしたありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、うん、気になるのが来週放送の第2話ですねこれを見てる人はあの1話を見た直後らしいんで、そういうことですね、はい、もうね、見てる人は年が明けてるんで。そうですね、我々は開けてませんがということでね、下野さんからあらすじの方を紹介していただきたいと思いますが、はい、さあ2話のあらすじはちょっとごめんなさい、何をおもむろに何取り出してるんですか、ごめんなさい。いや、これは、うん、だ、まあ、あらすじを紹介してもらいつつ覚えてますか、これ、この数々ひでえだよ。いや、ひでえだな。2話のあらすじを今後イラストでこうやってね、あの先行上 A ということでやってましたね。やってましたね。やってましたね。今回も戻ってきます。そうですね。しかも進化のしどころとして、うん、ペンの色が増えておりました。はい、そうですね。だ今回はこれ黒一色でしたが、はい、前回はね、はい。今回はカラフルになってるはずです。カラフルになってる。そうなんですよ。ということで、じゃあ2話の先行上映、はい、早速いっちゃいましょうか。はい。こちらでございます。上映ですね。上映です。上映ですね。どうぞ。はい。今回ね、私が第2話、教師は辛いよの見どころはこちらだと思います。はい。残。はい。お。新キャラクターですね。うん。もうあのホームページ見ればね、分かると思いますけれどもね。うん、はい、あの私も、ホームページの方を見てこちらの絵を描かせていただきましたけれども、うん、そうなんですよ、誠一くんがね、うん、まあ、問題児クラスの、ね、うん、F クラスに行きまして、うん、そうなんですよ、教師になるというところで、うん、まあ、その受け持っている、生徒がね、これ生徒たちがこの4名ですね、そうなんですよ、アグノスと、うん、ブルードとヘレンとベアードでございますね、うん、そうなんです、もう、だいぶ癖強い感じでしょ、ねえ、いかにも不良っていう感じのね
まあ、不良だけじゃないですけど ね、 ね、うん、かわいいのか何なのかよくわかんない、どう思ったらいいのかわからない生徒もいますけれどもね、うん、はい、まあ、改めてあらすじもありますね、はい、聖一が受け持つことになったのは、問題児ぞろいのレテルを貼られた F クラス、そこはリーゼント頭のヤンキー、金髪ナルシスト、うん、そして金髪ホームページ銀髪でしたけどあ、じゃあ銀髪かな、銀髪ですか、銀髪ですね、銀髪ナルシストだね、じゃあホームページの絵の方が合ってるってことですね、さすがに絵を直すわけにいかないからね、そう、あの僕はホームページを見ましたから、うん、見て書いたの銀髪ですね、銀髪です、え、参りますよ、もう一回いきます、ね、F クラスね、そこには、リーゼント頭のヤンキー、はい、そして、銀髪ナルシスト、はい、青で表現しております、ね、そして、ツンデレ美少女、そして熊の被り物を、被ったマッチョね、なんですけれどもね、超くせ者揃いの生徒ばかりだった、そして、ね、始まる怒涛の自己紹介タイム、彼らの奇人変人ぶりにツッコミ全開の聖一、そんな中ツンデレ美少女のヘレンは聖一の強さに興味を示していて、そんな中聖一は F クラスの実力を試すため、模擬戦を提案されると、そうなんです、そういうね、生徒たちの実力も見える、ね、そういうことでございます、もうだからあの花からね、うん、この生徒たちね、あの、うん、私あのこれ使えって言われたのに全く使ってなかったねせっかくだから飾っといて、ね、みんな見てもらうようにしよう、はい、そうですね、なのであの先ほども言いましたけれども、うん、生徒たちとの、ね、戦いが始まるというところで、うん、もう学園に来ていきなりバトルかよっていう ね先生と生徒が戦うっていうね、そうなんですよ、ところありますし、うん、あとなんなら政治クソ強いのに大丈夫かなって心配になりますよ ね、 やっぱね、彼らが心配だよね、そう、うん、政治の実力知らないから結構舐めてかかるからね、やっぱ、まあ、でも彼ら自身もね超くせ者ですし、うん、まあ、どれぐらいの、ね、強さなのかっていうのはね、うん、ぜひともねあのそれ以降見ていただければな、2話を見ていただいて、うん、そして、ね、3話4話と、引き続き見ていただけたら嬉しいなと思います、うん、分かってくると思います、はい、ということでね、今下野くんが先行上映してくれたシーンが次回放送されるアニメ第2話の中でどう登場するのか、うん、本当に登場するのか、いや、あの、うんと、この絵は出てこないと思いますまあまあね、ごめんなさい、でも、まあ、この絵は出てこないと思います、およそこんな感じのものが出るのか、およそこんな感じになっているはずです、ね、該当するシーンがあるのかどこなのか、そうですね、ぜひ本編の方でねご覧いただきたいと思います、はい、ということで以上テレビアニメ新進化の実第2話先行上映予告コーナーでした、はい、ということで、うん、ワイワイとね、うん、相変わらず、うん、全然変わらないノリでお届けしてきましたが第1回放送が間もなくエンディングでございます、早いですね今回、今回はね、あの前回際限なく盛り上がっちゃったから、はいはいはい、コンパクトにいきましょうと、なるほどね、そこも進化でね、なるほどね、我々が勝手に盛り上がって、うん、時間がガンガンに押していくもんだから、うん、そこも加味された上で、うん、ちょっとあのコンパクト目に取れたけど多すぎて困っちゃったっていうねだからね今回はあのほどほどの取れ高で ねお送りしたいと思いますんで、あとあれだと思いますよ多分、うん、長い時間与えると彼らは余計なことばかり言うなっていう、うん、あと3本目で確実に疲れている本当にね、前回3本目のテンションの低さったらだったからね、確かにそうだったわ、ね、思い出した、そこをねちゃんとね考えてくれたんだと思う、そうですね、あ、うん、そういうことか、いけるはいけるけど、はい、目に見えてテンションが落ちるから、はい、最終回前で盛り上げなきゃいけないのにね、そうですね、だから、はい、1話目は1本目はほどほどにこのぐらいで締めたいと思います、はい、そうですね、はい、ということでね、うん、じゃ あのご挨拶をあの、はい、僕の方から、あ、はい、ということでね、うん、新進化のみ知らないうちに勝ち組ラジオ戻ってきました、はい、相変わらず楽しくやっております、うん、もうスタッフさんの笑い声もいっぱい聞こえたでしょう、もうチーム一丸となって盛り上げてくれておりますね、そしてあの今回もこのバナナを全力で僕が取りに行きますんでね、あと2本残っておりますこの直後に2本取ります、皆さんはちょっとね見るまで時間空いちゃいますけどね、楽しみに待っててください、ということで、じゃあ下野くんも最後の挨拶をお願いします、はい、いや、そうですね、皆さんね、お久しぶりでございますというところとですね、まあ、もうねアニメの方も始まっておりますし、アニメとともにね、さまざまなその SD 劇場ですか、進化の実劇場ね、はい、好評配信中でございます、ね、はい、しておりますし、いろいろね、前回のその進化の実以上に、こういうね、勝ち組ラジオもそうですけれども、パワーアップしておりますので、ぜひともですね、皆さん見ていただいて、前回以上に、ね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思うところで、あと2本頑張りたいと思います、頑張ろう、はい、ということでね、
一応あの番組 の, あの宣伝のラジオということなんで、はい、一応告知らしいことも言います、はい、あのテレビアニメ新進化のみ知らないうちに勝ち組人生は毎週金曜日の深夜1時23分からテレビ東京、月曜日の深夜0時30分から BS テル東ほかにて好評放送中です、はい、さらに D アニメストア DMMTV にて最速配信、うん、ニコニコをはじめ各種配信サイトでもご覧になれますが、うん、関東地方にお住まいの方はぜひリアルタイムでご覧いただけますと幸いでございます、はい、ね、ツイッターとかでもね、盛り上がってくれたら嬉しいです。そうですね。そしてアニメ本編をご覧になってご興味を持たれたという方は、うん、ぜひ原作やコミックスの方もお手に取ってみてください、はい、また違った魅力で楽しんでいただけるんじゃないかと思います、はい、ということで今回はここまでです、はい、また次回お会いしましょう、はい、ここまでのお相手は、柊木誠一役下野宏斗、サリア新構え、そしてガッスルクルート役の稲田哲でした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。